キング SQ7A に対する読者の反応を見ていきます。よくわからんブラストとかいうやつよりも人類の守護者にして唯一神たるキング様の方が能、一の座にふさわしいと思うが、むしろキング様のために S 級のさらに上の階級を設立すべき。キングは破壊能力特化の敵を倒すことメインだからな。ブラストはともかく竜巻みたいな広範囲の救助は難しい。全生物最強の男であっても最高のヒーローとは言えないことを本人もわかっているんだ。マジレスすると、情報が遅いハゲマンとの手柄を成り行きゲットしてたキングさんは、事件解決するという意味では振るわないんじゃないかなって。そこがキングさんの奥ゆかしいところだよ。あの人にとっては地位ではなく誰をどれだけ助けられたかが大事ってことなんだ。実際積極的には動かない動けないタイプだろうしな。キングは独自の情報網をもとに災害レベル神や竜を倒して回ってるからヒーロー協会の出動要請にはあまり応じてないんだ。協会からの評価が振るわないのは仕方ない。キングが立ってそう。 S 級自体が隔離枠なんだから、その中でもさらに特例や別格だから隔離枠とかキリがないし意味がないだろ。 S 級内の順位の変動もランク自体が特別な隔離として成立してるんだし、複数要素で変化して当然キングさんもそこはちゃんと理解しておられるのに、厄介ファンのせいで毎回迷惑被ってんな。キングさん上空に浮かぶ巨大な宇宙船には対処できないって言ったらしいから、一撃の破壊力は最強だけど範囲が狭い。超遠距離には飛ばせない波動砲でも厳しい。このあたりの弱点がありそう。ネタみたいだけど実際こういう感じの評価されてんだろうな。ワクチンマンやムカデ大長老、怪人協会の件とかを筆頭に大きな実績を叩き出してるから誰も文句を言えないというか言おうという発想にならない。今週のアトミックサムライも疑いより実績の方が頭の中の多くを占めていたからこそ勝手に勘違いしたわけだし。アトミックサムライは知力4だし、そんなに賢いキャラじゃない。どんな時でも刀で応戦しようとする単純さがあるし。ラッキー7はメジャーリーグで7回に逆転劇が起こりやすいことが由来だから、ヒーロー協会は逆転劇の要となるキング様を S 級7位に据えているのよ。強さと協会への貢献度の両方を加味したランキングだからな。あれ、童貞5位なんかわかりやすい。実際画廊編で協会からの要請を断ってるね。キング自身が圧力かけた、もしくは協会側がそう勘違いしたかのかもしれん。ただでさえ勘違いされてるのに1位にまでなったら注目は今の日じゃあるまいよ。さすがに今のロボット対戦にはバングとかボングとか画廊参戦しそうなんだけどな。そうじゃなかったら白状というか、他の S 級と違いできないことは事前に言うことができるからな、不可能とは言っていない。竜巻はブラストへの敬意が念頭にあるからか、協会からの要請に結構迅速に応じるからな。ここ正義感もあるし、普通に生活する上じゃ化け物じみた彼女の力を十分に震えるヒーローは転職ね。ランキング上位を目指してるジェノスが異端なんだよな。基本的にランキングとか順位に興味を持ってない。S 級としてのプライドはあるみたいだけど、マジレスするとキングさんは人知れず解決するからな。あの傷は人類の危機を救った証。宇宙船の件は多分その場にいるメンバーで対応できると思ったんだろ。すでに甚大な被害が出てる上で冷たいように思われるが、逆に言うとあの辺はもう焼け野原で守るべきものはいないわけで、そこに過剰とも言える戦力を集中するよりは自分だけでも他に回った方が効率がいいと思ったわけだ。こういう、協会の意向に反した判断が時々あるから順位が低いんだろうね。協会も序列7位だけど最強はキングって認識だし、自分たちが採点するとこうなるだけですよって立場ではある。7位から上を見ていくと、1ブラスト昔から協会を支えてきた実力者、2竜巻ブラストの太鼓判付き、3バング道場持ちの格闘家、4アトミックサムライ県政界出身後童貞博士の助手、6メタルナイト協会が重宝している博士、7キングノラに埋もれていた実力者って感じだから、ランキングって協会的には出自が謎のポットでは信用できないって認識の象徴なのかもね。順位決めてるの所詮ヒーロー協会だからな。なんかしゃらくさい思惑でもあるんだろ。あいつキングさんより全然弱いけど美少女で世間受けするから順位上げたろみたいな。キングさんは何もしてないのに勝手に S 級認定されたらしいからな。スカウトされたわけでもないっぽいから真面目になぞ。
バングも入会時はニュースになるほどだったけど S 級出るまでは B 級止まりだったことからも順位付けには割と現実的なんだよね。業界7は最強の魔法数字だからな。順位に関わるよりキングさんを少しでも強化する方がいいのだ。マルゴリアはクチンマンみたいな怪物を一撃で倒した場にいたのでスカウト。寡黙なキングはどうせず受け入れた。キングさんは最強だけど事態収束に関して最良ではないんじゃね。キングさん相手ってわかれば怪人逃げちゃうだろうし。キングさんが戦闘になかなか踏み切らないのは最優先事項が人命救助だから。戦うことは二の次なんだよ。なんなら拳を握ることすら恥だと思ってそう。怪人協会のアジトに乗り込んだ時も子供の避難を最優先するために即座に支援を要請してるんだよね。強さにのみ肯定しないヒーローの鏡。刀は鞘に収まってるに越したことはないっていうしな。まあ貢献度のランキングではあるからな。竜巻みたいな超広範囲攻撃を持ってないっぽいしね。例えばプラチナ精子を怠慢で瞬殺するのと黒い精子全軍の物量攻撃を瞬殺するのは意味が違う。キングは前者はできるけど後者はできない時間がかかるってことじゃない？そこが貢献度としてキングが上位に遅れを取ってる部分なのでは。童貞とか S 級会議二度に潤滑油薬やらされたりメタルナイトの代わりに酷使されてるわ。でこれで S 級再開だったらブチ切れても許されるよ。実際ブチ切れてヒーロー協会辞めたわけだけど。キングさんは門番なんだよね。7位より上は強さに加えて協会組織への多大な貢献が認められるメンツ。強さで到達できる限界がキングさん。キングは騒音を嫌いや孫も利用するらしいからな。いくらキングといえど一人で届く範囲は限られてるからな。弾力。キングエンジンのことどう思ってるんだろうか。そらもうキングエンジンが響くような事態にならないでいてほしいっていう願いよ。というかメタルナイトが貢献度の割に低くない？ヒーロー協会ってもはやメタルナイトなしじゃ成り立たないレベルで依存してるよね。あいつ興味なかったら招集すら無視するから。金払わんと動かんやつ扱いなんじゃね。実はキングさんって弱いのでは？この前も不良に絡まれてる人を助けたけど不良に手を出してなかったし。俺それなりに筋トレとかするからなんとなくわかるけど、あれはもやしみたいな体格な気がする。一般人相手にもキングエンジン鳴らして威圧的だよね。いやこっちが不遠慮に近づくのも悪いんだけどさ。ファッションがダサい。ちょっと考えたらわかるだろ。不良程度にいちいち力出してたらキリがないし不良側も持たないだろ。不良に手なんか出したら死んでしまうかもしれないだろ。彼らにあえて手を出さないことで自発的な改心の機会を与えてるんだよ。もっと積極的に戦ってくれよ。協会の指示がん無視で自分の好きなようにしか動かないから困る。怪人被害増えてきてるのにさ。一晩かけて100万体の怪人を相手にしてたってナメプが過ぎるだろ。100万体ごとき1時間もかからないだろうに残り時間どこで油売ってんだよ。バカ野郎お前力強すぎて普通に戦ったら竜巻みたいに地形破壊するから住民避難とかしてんの。キングさんって意外と戦闘を抑えて人命救助に回ることもあるらしいぞ。キングさんは戦わないんじゃなくて状況を見極めて自分が必要な時にだけ戦ってるんだよな。戦わないのは他の連中でこと足りるからってだけ。強いだけじゃなくて他のヒーローの実力を見極めて信頼を置いてるとか人格面でも非の打ちどころがないわ。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。